はい、じゃあ行きましょう。ここではね、単位ベクトルについて勉強します。単位ベクトル、何やねん単位ベクトルはというところから確認していきたいんですけれども、単位ベクトルっていうのは大きさが1のベクトルのことです。単位ベクトルとは大きさが1のベクトルのこと。数2でもやりましたね。単位円って覚えてますか？単位円ね、三角比とかでやったと思うんやけど、単位円ってこういう風な円描くんやけど、これ長さが1の円やったんですね。単位ベクトルも一緒です。大きさが1、長さが1のベクトルやと思ってください。だからもしね、 A ベクトルがこんなんですよっていうのがあって、さあ A ベクトルと同じ向きの単位ベクトルを書けって言われたら、まず A ベクトル、これの長さが1番を書いたらいいんです。これ A ベクトル長さが3なんですね。だから向きが同じまま長さが1であるようなベクトルを書けば、それが A ベクトルの単位ベクトルなんですね。ということは、これ長さが何分の何になったかというと3分の1になってるから、 A ベクトルと同じ向きの単位ベクトルはこれ3分の1倍の A ベクトルと、こういうふうに考えることができるんですね。これが単位ベクトルのポイントです。じゃあ6番を実際に問題を解くとね、どういう感じになるかと。で、まず1番はこれ単位ベクトルの話関係ないですね。 AB ベクトルを3、 BC ちゃうわ、 BC ベクトルが4、あ、だから AD と一緒ですね。縦が3、横が4であるような長方形がありましてと。で、AB ベクトル、これを B ベクトルとすると。そして、AC ベクトルを C ベクトルとするよと。っていうような指定があるんですね。これを C ベクトルとするよと。で、1番は、辺 CD の中点を E とするときに、CE ベクトル。C から E。こっからここに向かうようなベクトル。これを B ベクトルを使って表してくれと。ね。じゃ注目しましょう。CE ベクトル。求めたい CE ベクトルっていうのはこんなやつなんですね。こんなやつやと。で、B ベクトルを使って表すって言ってるけど、与えられた B ベクトルっていうのはこういうベクトルなんですね。ここが A で、ここが B。これを B ベクトルとしてると。で、C ベクトル求めたいのはこんなと。もういけますよね。まず向きが逆。そして、長さはどうなってますか？ここの長さが、3やねんけど、CE っていうのはこれ中点なんですね。中点っていうことは半分。だからこれ長さが2分の1なんですね。ということで、向きが逆。向きは逆で、長さが2分の1っていうことは、どういうふうなベクトルになりますか？こうですよね。マイナス2分の1倍の B ベクトルと。こういうふうに考えます。で、2番、その次が、単位ベクトルですね。C ベクトルと同じ向きの単位ベクトルを求めようと。これと同じ向きの単位ベクトルを求めようです。で、単位ベクトルっていうのはさっきも言った通り大きさが1なんですね。大きさが1だと。ということは、この AC、C ベクトルのこの長さを知っておく必要があるんですね。じゃあ、この長さ一体なんぼやと。ほんなら、まずこれは三角形 ABC で、ここが90度やから三平方の定理を使うんですね。ここが A で、ここが B で、ここが C で、ここが3、4なら、ここの長さ出ますよね。三平方の定理は、ここが5と分かります。ということは、AC ベクトルっていうのは、こんなんやねんけども、長さが5やって分かるんです。じゃあ、これと同じ向きで、大きさが1のベクトル、こんなんですね、単位ベクトル、大きさが1。ということは、これ何分の何したんですか？5を1にするから5分の1ですよね。よって C ベクトルと同じ向きの単位ベクトルは5分の1倍の C ベクトルというふうに分かります。OK でしょうか。ということで、ここで単位ベクトルについて勉強しました。単位ベクトルっていうのは大きさが1のベクトルやから、同じ向きの単位ベクトルを求めたければ、元のベクトルの長さから何分の1っていうふうにしてあげたいんですね。3やったら3分の1やし、5やったら5分の1になると。これが単位ベクトルの考え方でした。